Welcome to シュリチャンネル。どうもシュリです。スーパーガンダムロワイヤル。久々にやっております。いや、やってるんですけども、撮るのが久々っていうことです。イベントがだいぶ前回から大幅に変わってるんじゃないかなという感じでございます。で、まず一番に変わった点は、私やらかしてしまいまして、何をやらかしたのかというとですね、はい。こちらを見ていただきたいんですが、間違えてですね、赤い星子にしちゃったっていう。いやね、これ聞いてくださいよ。するつもりなかったんですよ。全然するつもりなくて、どれ星子にしようかなーとか言ってやってたら、なんか、で、星子に進化す、この、改造の画面で、こういう形でいろいろと、まあ見れるわけですよ。だってね、改造後の状態とか見れるわけです。じゃあどれにすっかねーとか言って見てたわけですよ。こうやってね。当然、まあもうできる状態であったんですけどね、こういう形で。できる状態で、ここ、進化可能ってなってたんですよ。まあ持ってたんでね、もう使っちゃったからなってないですけど。で、まあ戻ろうとか言って間違ってここ押しちゃったんですよ。そしたらなっちゃったみたいな。せめてさ、本当に進化しますかとか出てほしいよね。5クリックでなってしまってっていう、俺これするつもりだったんだけどな、みたいな、次。おかげさまで、今回は、めでたく星5になりました。いや、別にいいんですけど、いいんですけどね。ちょっと私の思っていたものとちょっと、方向、ちょっとずれちゃったっていう感じですね。で、なんか今、クロスボーンガンダムのイベントが終わって、まあ、ほぼ終わり、次の、シードディスティニーのアスランの休日というのがやってます。クロスボーンは、この X2 とか X1 が格闘機だったの、星4だったんで、ちょっと回したいなと思ったんですけど、このゲームの特徴として、大体ファースト、シード、あと、なんだ、ズズアシさんとか、割と有名なところのイベント系が多いんですよ。で、F91 でやったりとか、今回のクロスボーンガン、バンガードか、とかは、おそらく単発で終わるだろうなと思ったんで、超ボスとかでやらないで、またなんかそれ関連のイベントをやるのが多分ないだろう、そんなにないだろうなと思って、何が言いたいのかというと、今回シードディスティニーのイベントですけど、シードディスティニーのイベントだったら、この前撮った、ちょっと前にやったストライクフリーダムが、がシリーズボーナスで使えるんですよ。シリーズボーナスっていうのは 50% 性能が上がるんですね、HP 以外。だから仮にクロスボーンの X1 を取っても、シリーズボーナスに乗っかった星さんとかの方が戦いやすく軽く出たりするんですよ。なんでそのことも踏まえてスルーしました。今終わっちゃってたから、この今だから、このインフィニットジャスティスですね。ただインフィニットジャスティスもこれやめてくれって感じですね。起動はもう、起動はいいんだと、起動はいいんだよと。で、じゃあステップ4ガチャやろうかと。クイーンマンサー、射撃はもう十分あるんだと。いいから射撃はっていう。で、防御。まあ、これは悪くないんですけど。というわけで、まあ、格闘が来ない。ので、今回、なんか、これは微妙に溜まっていくみたいな感じの状態です。で、今、超ボスイベント、もうすぐ終わりかな。っていうのも、ゲームショーでいろいろドドタバタしてて、全然取れなかったっていう。落ち着きましたんで。ちょっと声が疲れてるのも、そういうのがある。で、この超ボスイベントで、こいつ取っときたいなと。一気はね。まあ、射撃ですけど。で、下馬評だと、星4の、まあ、ミーアがいるんですけど、すごくいい感じのキャラなんですけど、見た絵はね。絵はいいんですけど、専用機が、ないんで、まあ、指揮官に搭載するのはいいのかもしれないですけど、ザフト機体の防御力だから、あれっすね。あれでね、ザフト、あ、でオーブかな。それクリーダムは違うもんね。ザフトじゃない。オーブでしたね、だからこれは上がらない。こっちがザフトか、これは上がる。
ぐらいですかね。まあだから別にいいやって思ってて、モーションだからって使えるっていうわけでもないし、性能的にまあ見た目はいいんですけど、でシャーとかもいるんです、クワトロもね。結構12、星さんのくせに 12% までいくのはさすがクワトロさんという感じです。シャーさんって次、ゼータイベントです。ササビーとか来るんで、まあ、格闘が欲しいなと思って。で、実は狙ってるのこれなんです。これ。全体の攻撃力、防御力、命中率、回避率 6%。90% ね。で、しかもチームワークでさらに全体の攻撃力 11% 上げるっていう。何この、味方をブーストしまくるキャラみたいな。で、これね、このゲーム、同じスキル重複するんですよ。だから何がしたいのかというと、こいつ3人揃えると、全体の攻撃力、命中率、回避率が 18% 上がるんです。まあ 90% ですけど、毎回。18% 上がるんですよ。だからこいつを3機揃えようかなと。3人を揃えようかなと。しかも 11%、33% 上がるからね。これも重複するから。33% で 18% 攻撃力は40約 50% 上がるんですよ。こいつ3機でいれば、3人いれば。だからこれを3人取るために、でこいつはゼータや専用機がこのリックデスでも発動するらしいので、でしかもリックデスこのこれですね、3人で絆の連携が出るんで、ちょっと今回の狙いはここここここ、まだ50万しかないですけど、3機揃えた後にアポリを3人。10万、15万、15万で40万。40万と50万、60万の110万。アイテムは今回は無視。だから、あと60万ぐらいですかね。集めなきゃいけない。まあ、イベントまだあるんで、こういう形でね。地味にやっていって60万ですね。多分ね、それ以外にも使えると思うんだよね。ゼータイベント以外にも使えると思うんで、まあとりあえずメンツはねこんな感じでやってます。 GP01 は星5強えよ。強い。ちなみに GP03 もなんか頑張ってる。結構 GP03 のいいところはそのスキルがサポートなんで、味方のスキルゲージ回復してくれるんですよ。だから星3でも非常に優秀ですね。まあ、HP も1万2000とちょっと高めだし、まあ、純粋な火力は HP がやっぱ低い、確かに低いんですけど、それでも頑張ってくれてる。だから別にインフィニットジャスティスいらねえなっていうので狙ってないんです。まあいたらもっと楽なんですけど、格闘でしょインフィニットジャスティスってっていう私の中では思ってるんですけど、どう考えてもインフィニットジャスティスって格闘だろうと思うんですけど、起動できましたからね。結構火力出るんですよ。まあさすがに食らうんで仕方ないです。やめて。この GP01 は相手の命中率を下げるんで、クリティカルを発生しにくくさせるっていうね、クリティカル発生しなくなるんで、まあ落ちちゃいましたけど、ちょっと狙われたんでね、それ仕方ない。
うん、1位ですね。いい感じに。あと1回ぐらいやったら、まあ、ほぼ間違いなく上位3位には入れるみたいな感じだと思います。というような感じで、やってますね。で、アスラの休日は、録画しようかと思ったんですけど、ちょっと、ゲームショーの関係で撮れなかったんで、まあちょっと全部やっちゃいました。あまりなんかもう、アスランがモテモテになる感じのイベントだったらもういいやみたいな。割とネタイベントでしたね。大丈夫、大丈夫そうだ。私、シャーズナブルは粛清する。さすがに減りました。クリティカル出ましたね。結構出てるな。この残り9分なんて終わんない、もう出すぎちゃっててって感じですかね。まあちょっとこの辺をがっつりやって、あと60万貯めて、で全部揃えて強化して次のゼータイベントに臨むという感じでしょうか。一応ね、全部一通りクリアしました。はい、そんな感じでございました。今回はこの辺で。それじゃあ、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。